目黒さんです。おまだ上位キープだね。すごい、上がった上がった、安定してるね。面白いと言われる年です。トークが面白いと言われたり、あとは共演者の方が裏話をして、そんな一面があるのかみたいな驚きで笑いが大事です。特に寒いロケとかでの、はい、エピソードが話題になりそうです。え、なんだろう、今の時期多分なんか強がってる目黒くんって可愛いとか、はいはいはい、なんか、まあ、なんかあるんだと思います。なんかあるんだと思います。なんか俺だけなんかコメントふわふわしてる。確かに。例えば、例えばとか。ちょっともうちょっとニーらしさが欲しいという。そうだ、そうそう。あ、決定だ、もう。華やかな。すごい、お願いします。すごいいいオファーが来ます。あ、そういうの、そういうのですよ。俺最初に言ってる。あれ、それ、どういう、人数もあるしな。そういうのですよ。まあ、医者、暗殺者、超能力者の役が来ます。特殊系多いね。特殊系だね。なんか、怖いイメージの、なんか悪い役の医者だったり、悪い役の医者とか、見たいね。見たい。でも振り幅は低い。笑い、確かに確かに。来年はナレーションの仕事も来る。あら、すごい、すごい、すごい。声いいもんね。これ、気をつけるのもあるんじゃない？あるよ。そうですね、はい。この時間ね、この時間。これ以上に、注目。来るぞ。シャワーの時に、シャワーヘッドがくるって向いて、ストレスを感じると思います。わかる。いや、でも、あるあるですよ。ある。いや、濃いよ。そう。温泉行った時とか、あっち飛ぶねんな。あるある。そういう細かい、わかるっていうの、すごい、すごいよね。上手。違うんですよ。最近温泉行ってこのシャワー嫌やなと思ったら言うたんじゃないの？違う違う、本当に目黒さんをこう占ってたら、そのシーンが出ちゃった。あるのかも、そういうのが。あとはその稽古とかしてるときに、お茶飲むときに、あ、それ俺のだから、みたいな。間違えて取っちゃうみたいな。はいはいはい。ありそう。ありそう。そんなピンポイントで急にやりそう。気をつけますね。